1枚のじゃこ天にこちらのじゃこ天に使うこのホタルじゃこですね、だいたい何匹ぐらい入ってると思いますか？綺麗な人です。はい、今ですね、あの宇和島の魚市場からあの魚を仕入れてきました。こちら、ホタルジャコ、ジャコ天に使う原料のホタルジャコが17杯と、かまぼこに使うエソっていう魚を24杯あの仕入れてきました。で、安岡かまぼこにですね、これはハランボジャコ天っていうのがあるんですけど、これこのホタルジャコを 100% 使ったジャコ天なんですけども、あの皆さん、この1枚のジャコ天にこちらのじゃこ天に使うこのホタルじゃこですね、がだいたい何匹ぐらい入ってると思いますか？はい、もちろん魚の大きさによって小さい大きいあるので、あの魚の魚体のサイズによって違ってくると思うんですけども、その辺をちょっと今日検証していきたいと思います。はい、このハランボじゃこ天が1枚約 55g なので、ここに量りを用意してますので、このスケールの上にホタルジャコをちょっと乗せてですね、まあおおよそ 55g 分乗せて、大体何匹ぐらいなのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。はい、それではですね、いいよ。はい、これちょっと小さいの、これすごい小さい、まあ魚体のサイズによってこれとかこれだと全然違うので、ほらこれと、まあ、例えばほらこんなに違うので、あの一概には言えないんですけど、まあ仮にこの小さいもので 55g 分ちょっと乗せてみたいと思います。はい、いきますよ。これでお、まあ40、お、できた。これで 55g 分、これで 55g 分です。ちょっと数えてみましょうかね。皆さん何匹だと思いますか？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16匹分でした。この1枚のじゃこ天にこの16匹の魚が入ってるっていうことで、本当は魚の頭と内臓と鱗をきれいに取るので、まあ一概には言えないんですけど、まあその分あの副原料、まあでんぷんとか食塩とかそういったものがあの入ってくるので、まあおおよそこれぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、今日のホタルジャコで16匹分の魚を使ったジャコ天ということで、じゃあこれ大きなやつですね、だいたいこの時期によってもサイズがちょっと変わってくるので、この大きなハランボでちょっとやってみたいと思います。これでちょっと見ますね、55g 分。おお、もうこれですでに、まあでもまあこれぐらいにしよっか。この大きかったら大体、全然違いますね、大きかったら4匹分、大きかったら4匹分っていう結果になりました。それなら大小混じるぐらいでちょっとガサッと取ってちょっと合わせていきたいと思いますね。だいたいこれぐらいですね。これだと1、2、3、4、5、6、7、やべ、13匹分なんで、4+13、17、17、16、31匹分。このじゃこ天
3枚で31匹分の魚が入ってるっていうことです。まあ平均すると1枚あたり10匹ぐらいの魚が入ってるっていう結果になりました。どうだったでしょうか。まあこういったあのこともかまぼこ屋さんならではのことだと思うので、こういったことをまた皆さんにちょっとずつお伝えできればいいかなと思ってます。はい、ということで、こういったじゃこ天の魅力とか、まあ、宇和島の魅力なんかをまた随時お知らせしていきたいと思ってますので、安岡かまぼこの YouTube チャンネルの登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、そしたらまたね、バイバイ、ありがとうございました。じゃこ天にはたくさんの小魚が入ってますということで、はい。